FM 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 YY。皆様こんにちは、 FM ワイワイのキムチアキです。今回はコミュニティアド、いろいろな取り組みをお届けするということで、去年も来ていただいたんですが、大手前大学国際看護学部の皆さんに来ていただき、高取コミュニティセンターでのいろいろな研修について自分たちの気持ちを発信していただくということになっています。ではですね、最初にこの国際看護の実習位置、これはどういうことを目的にしているのか説明してください。マイクを通して話させていただくため、マスクを外させていただきます。大手前大学国際看護学部の後藤です。今回、国際看護実習で、ここ高取コミュニティセンターで、阪神地区に住む定住在外国人や、彼らと共に暮らす日本人との関わりから、対象者の持つ多様な文化的、社会的、歴史的背景を理解し、それらの多様性が健康に与える影響について学ぶ、そして対象者が暮らす地域の特徴や利用できる健康支援、幅広い年齢層の人々との関わり、そしてそこから看護師としてできることを学ぶため、今回実習をさせていただきました。ではそれぞれの施設で学んだことを発表させていただきます。リーフグリーンで犬伏さん、お願いいたします。はい、高取コミュニティセンター暮らし介護のお手伝い、リーフグリーンの担当する犬伏です。マイクを通して話すのでマスクを外させていただきます。リーフグリーンでは主にふれあい活動、介護保険、障害者支援などを行っています。リーフグリーンの活動を通して一番心に残ったことはリーカフェです。リーカフェではコーヒーやお菓子を食べながら高齢者の方が交流会をしており、そこで体操、脳トレ、ハーモニカの演奏を通してみんなで歌を歌ったりしました。そこで私は認知症などの健康問題の解決になるのではないかと思いました。コロナの影響で距離をとって交流をさせていただきましたが、そこで私は高齢者の方が安心して過ごせるように信頼関係が大切だなと思いました。信頼関係を作るのは簡単なことではありませんが、いいカフェに参加していた高齢者の方は初めて会ったのにとてもフレンドリーで親切にしていただいたので、高齢者と関わるときは笑顔で低姿勢で視線を合わせて話すことが信頼関係を導く一歩につながるのではないかと私は考えました。また今はコロナで高齢者の方はとても危険な状態です。私たち若者が高齢者の方が安心して日々の生活を過ごせるように感染予防を徹底するのが必要ではないかと私は思いました。以上でリーフグリーンの紹介を終了します。次は小池さんによるラテンコミュニティとベトナム夢神戸の紹介です。マイクを通して話させていただくため、マイクを通して話させていただくため、マスクを外させていただきます。私は日本に住むラテン系ベトナムの人たちに対しての発表をさせていただきます。ラテンコミュニティとベトナム夢神戸という2つの団体があります。ラテンではスペイン語、ベトナム夢神戸ではベトナム語を主にラジオやインターネットで情報を発信しています。一番心に残ったキーワードは言葉の壁があることです。在住外国人の方たちが日本語がわからない状態で日本で働くことの不安、また災害や今流行している新型コロナウイルス肺炎の情報が伝わらないことが問題です。その他に子どもと両親の間で、子どもは日本語がわかるが両親は日本語がわからないことや、その逆の子どもが自分の国の母語を話せないコミュニケーションのすれ違いが問題だと思いました。そのような問題を解決するためにラテン・ベトナムの2つの団体が活動していることがこのインターンを通して分かりました。
全体を通して定住外国人の方や高齢者の方やその他の困っている方たちに対して寄り添うことが大切であることが分かりました。今後ボランティア活動に積極的に参加して、そのような人たちの考え方や価値観の違いを理解したいと思いました。また将来看護師になった時に困っている人や不安な人たちにいち早く気づける看護師になりたいと思いました。次に女性自立プロジェクトについて金さんに説明させていただきます。高取コミュニティセンター、女性のエンパワーメントを目指す NGO アジア女性自立プロジェクトを担当する金と申します。マイクを通して話させていただくためマスクを取らせていただきます。アジア女性自立プロジェクト AWEP では主に2つの活動を行っています。1つ目に AWEP では帰国したアジア人女性が自分の国でも仕事を行えるように支援を行っています。その支援というのが、その現地で服やカバンなどを作って、それを AWEP が買い取って日本で販売するという支援を行っています。2つ目に AWEP では日本に住むアジア人女性に対する相談やサポートを行っています。私がこの AWEP について学んだ中で一番心に残ったことは、日本にアジア人女性が多い理由です。その日本にアジア人女性が多い理由が、その労働のために、連れてくるのにアジア人女性が人件費が安かったという理由を知りました。で、今の日本でも女性の方が賃金が安かったり、その芸能人が女性を軽視する発言を普通にしていたり、またそれが間違ったことと気づかずにそのままテレビで放送してしまったりして、それに対してその声を上げる人がいないっていうのが、その今の日本社会であると思うし、日本の課題であると思いました。私がこのインターンを通じて学んだことは、日本が外国人にとってどれほど生きづらい社会であるのかを知ることができました。これから、日本で外国人が増えてきているので、外国人を看護するっていう可能性もあると思うので、今現在の外国人の問題や困っていることについて知ることは大切なことだと思いました。このインターンを通じてその外国人の課題について知ることができたのは、とてもこれから看護を行う上で大きな糧となったと思います。私はこれからも外国人に対する理解を深めていきたいなって思いました。次に走る多言語でのサポートについて後藤さんから発表いたします。はい、高取コミュニティセンター28言語対応の翻訳通訳コーディネート、多言語センターファシルを担当させていただく後藤です。マイクを通して話させていただくためマスクを外させていただきます。ファシル多言語でのサポートということで、ファシルでの主な活動は2つあります。1つ目は政府のホームページや他の支援団体から今どのような相談が多いのかということを聞き、生活に必要な情報を、みんなが外国人の皆さんが必要としている情報を選び、そしてそれを翻訳し、検索ワードでヒットしそうなワードとともに発信するという活動と、2つ目は定住外国人の方々が翻訳してほしい内容や病院や学校の付き添いで通訳してほしいという相談をハシルの方にして、と翻訳通訳のために一緒に付き添うという活動をしています。その活動の中で私が心に残ったことは、このような活動をされている団体は少なく、翻訳通訳をして助けられている人がたくさんいるにもかかわらず、まだまだたくさんの課題があるということに衝撃を受けました。その課題というのが、ホームページに翻訳した内容を載せて
発信しているんですが、そのホームページがすべて日本語で、その翻訳した内容にたどり着かないという課題と、申請書の書き方を翻訳し、どこに何を書いたらいいのかというのを理解できても、そもそもその申請用紙を日本語で書かないといけないということで、外国人の人が自分の名前すら日本語で書けないということで、その先までサポートをするということがまだまだ課題に残っており、私はこの今回のインターンを通して、最後の最後まで何が起こるか分からず、その最悪のパターンも考えて行動することが大切だなということを学ばせていただきました。と、看護だったら医療機器を用意する、そしてそれが使えるようになるだけでなく、本当に現地に行ってその医療機器が使えるのかという、その先まで考えて行動する大切さを学ばせていただきました。と、次に FMYY を北さんに紹介していただきます。高取コミュニティセンター多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY について話させていただく北です。マイクを通して話させていただくので、マスクは外させていただきます。 FMYY さんの主な活動内容はインターネット放送を通した情報の発信です。このインターネット放送はさまざまな言語で行われていたり、一般の方が参加したりできます。主に多言語での災害時の対処法といった定住外国人の方にとって必要な情報や、多くの人に伝えたいことなどを中心に番組が構成されています。私が FMYY の代表であるキムさんからのお話を聞いて2つ印象に残ったことがあります。一つ目は、情報を得ることは生きる人権を得ることだということです。この言葉の通り、言語の壁によって生活がままならない人が多くいるということを実感しました。自分たち日本人が当たり前だと思って情報を得ているのでは決して当たり前ではないという知識がもっと広がるべきだと思いました。二つ目は、国を作るのは一人一人の人間だという言葉です。この言葉を聞いて、日本人は他の国と比べて主体性がない国だと言われているので、そういうように言われないように、自分の意見を持って行動に移して間違いを正していくことが大切だと思いました。このインターンを通して私が学んだことは、定住外国人の方々がにとって定住外国人の方々にとって日本での暮らしというのは決して住みやすいものではなくて、そういった苦労を知るきっかけにこのインターンがなったので、自分の経験になったと思いました。また彼らを支援するために活動している団体があって、でもそれだけでは足りなくて、もっと自分たちが政治参加をすることで大きな活動が大きな変化が起こ大きな変化を起こしていかないとダメだと思いました。以上、大手前大学国際看護学部国際看護実習1でした。ありがとうございました。新しい道を作ろう、夢を育む、この街を新しい道を